村の西側に赤い煙突の家があります。そこにいる男を訪ねなさい。この話の続きはその後で。赤い煙突の家を目指し、こっから村パートスタートになります。バイオハザードビレッジですからね。いつまでも城やってるわけにはいかない。また村や。おう、えでまた扉そんな二重にかける意味あんのかな。これは破壊できるやつやな。おい、これ多分 いや来てる場所やね。一回来てる場所や、ここ。うん、来た来た。この場所覚えてるぞ。でこの辺のゾンビって俺が一掃してるんで、まあとりあえず出てくること。えどこの何で赤い煙突ってどれだ。あれ赤いかな。あんま赤く感じないけど、まあとりあえずなんかあっち行ってみよう。入れたっけこの辺。あ、開いてる。何この書き置き。向かいの煙突の家から悲鳴が聞こえた。これから様子を見に行くが、瓦礫が邪魔で集落を大回りするしかない。馬小屋の壁の穴がこんな時に役立つとはな。朝まで俺が戻らなければお前一人でルイザの屋敷まで行け。レオナルドで、そのルイザの屋敷でいたやつはもう殺されましたけどね。結局2人とも死んだがいという悲しいオチ。まあバイオハザードってそういうゲームですから仕方ないんですけどね。馬小屋の穴、どうやらプレイヤーもそれを利用することになりそうやね。ただ馬小屋がどこにあるのか。はい、何これ。なんか落ちてる。何の役に立つんだろう。売るしかできなくないこれ。キーアイテムってことではないよな。あですね、キーアイテムではない、売れるものやわ。ありがたいね。そんなことより回復アイテム欲しいんですよ。今回復アイテムないからね。体力的におそらく2撃食らったら死ぬんだよな。助けて誰か俺を。で開けて。誰もいませんよ。音はしてるけど誰もいないって一番不気味よね。やっぱ村パートは怖いな。城だとなんかそんな怖くなかったんだけど、村だと独特な怖さがあってあんまり進めたくない。始まりに戻った感じがするね。だいぶこの怖さに慣れてきた俺もいたんだけど、これは格別やな。今ビビってます、正直。あんま先進めたくない。馬小屋ってこれですか。あ、いやね、馬小屋でオートセーブが入った。何かがあるんでしょうね。何今の。なんかいる。いないよね。馬いないよね、もうね。なんか馬っぽいブルルーっていうの鼻息聞こえるんだけど。あ、はい、ゾンビやったわ。あ、ゾンビか。あ、ゾンビならまあええか。あ、なんか来てるけど、君なんかすごい勢いで来るよね。村のゾンビは活発的。城もっと遅かったね。ひるんで。あ、弾切れた。ああ、まだあるわ。でもこう全発使うわけにはいかないしな。硬くない君。あ、死んだけど君倒すために随分と使っちゃったな。まあ、これで回復アイテムは作れるようになったので、それはそれでありがたいけど、ちょっと待てよ。ショットガン含めてスナイパーライフル含めて弾もうあと5発くらいしかないんだけどどう考えても先進めなくないこんな状態で。まあ、今後敵が現れたらひたすら逃げるしかないよね。これ何、死体かな。まあ、今更ね、普通の死体に驚く俺ではないから、そこにはびっくりしないよ。あ、なんか落ちてる。何かで動かせそうだ。なんだろうね、この場合は。頭が入ってるこれかな。なわけないよな。なんかあるんでしょうね。この辺って始まりで漁ってるんでアイテムとかないんだよね。最初に通った道ですから、これ。ただ最初に通った時と随分変わってる。こんなもんなかったんだよ。開かないの。いや、これ壊せるんじゃないか。あ、壊せる。レッツゴー。で、これはどこですか。加工場だと何かあるかもしれないな。動かすために必要なアイテムが。それよりも回復アイテムが欲しいんですけど。何ですかこれ。ロック。番号揃えるパターンのやつですね。ただ何のファイルも見てないし、ヒントも見てないんで、もちろん分かるわけもなく、今はスルーするしかないね。こっち行こうか。スクラップ。これはハーブ。なんでそんなものがあるの。てかこん中入れなくない。加工場てっきり入れんのかなと思ったら入り口ないんだよね。いろいろと壊れてて、もう戻るしかないな。こっちじゃないんだ。こっちかな。なんなのバキ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 。今出てこられても本当困るからね。何もできないよ。無力だよ、今の俺。おい、行き止まり。これは開きますね。開いて、何も入ってないじゃん。何か入れとけよ。え、行き止まりかいな、これ。いや、こっちあるな。なんで向こうから施錠されてんのか、もう全く理由がわからない。なんでなの？おかしいだろっていう話。やっぱこっちかな。なんかあるわ、よく見たら。何ですかこれ。ようわからん写真。なんか背中に張り付いてる。機械。後ろ。窓の外を見ろ。え、見たくない？この流れで。え、何？窓の外？窓ってこれ？ナンバー04。あ！はい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 。やっぱこういうことやと思ったわ。何来たねお前。はい、ゴー。あ、死んだ。あ、弱いな。あ、生きてるわ。はい、ゴー。もったいないけどね、ショットガン。あ、しゃあない。スクラップ。なんかお前がキーアイテム持ってるわけちゃうんかい。思わせぶりな感じで出てきたんだから持っとけよ、お前。何この巧妙なトラップ。ただプレイヤーを驚かせるためだけのものってことね。なんかもうびっくりというより腹立ってきたわ、次は。何なんだよ。てか、この数字何なのさっきから。なんかあるんだよね。07。台には04って書かれてたけど。あの数字がもしかしてここのなんか開けるのに意味あることなのかな。あ、これよく見たら、こう窓の外から数字が全部なんか羅列されてるわ。040708。ということは、この番号をこの6桁の鍵のとこで打つんじゃないか。としか考えられないよね。04で07。正解なのかどうかはわからんが試す価値はある。いや、ちゃんと意味があったんやね。外を見ろっていうイベントは。ただ驚かせるだけでちょっと腹立ってたけど。これで、開くというわけじゃない。what？ 開いた。開いた。なんで白、黄色、青。まあ、ちょっとわかんないですけどね。まあ、開いたんで、開いてくれたんで、イエス、マグナムゲット。いや違う、クロード射撃可能なハンドガンでしたわ。マグナムではない。そしてもう一つ、これはジャッキグリップ。キーアイテムでしょうね。これが動かす際に必要なものじゃないですかね。ただ、新しいハンドガン手に入れたい言うても、結局使える弾一発しかないんで意味ないんやけどな。あ、なんか音聞こえる。なんか音聞こえるときは走っていけって先生に教わったんで。教わったんで、僕は止まらないよ。いつだって止まれない時代に胸張って生きてるんで、すんごい音聞こえるけどね。はい、やってやってやって。で、どうすんのどうすんのはい、上がれって、早く上がれって。おい、早く上がれって、お前、嘘だろ。何来とんのよ。何来とんのちょっと、上がった？わ、あと一噛みで死ぬ。とりあえず僕は冷静に回復して、冷静に回復して、もう、いすぎじゃないですかね、これ。いくらなんでも。what？ 無理やろ、これ。go！ あ、この下からいけるようになってるんだ。ぶっちゃけやり直した方が A レベルやけど。何？いなくなった。わつ？お前さっきまであんだけ追いかけてきてたの急に。なんだよ、ゲームやな。フィクションやな。